はい、皆様、これが展覧会の始まりです。この最初のギャラリーには北斎の初期の絵画と70歳までぐらいの絵画を展示しております。つまり北斎の絵師の始まりから彼の最初のピークの作品を紹介させていただきます。ではちょっとお入りください。はい、この掛け軸はフリア美術館が肖像している北斎の作品の中の早い方です。これが楽観がないんですけど、北斎が40代50代の始まりぐらいに描いたものと言われています。これがまだまだ有名な絵師の作品ではなく、割と安い絵の具で描かれているものです。資本に墨とか薄い絵の具で描かれている作品なんですけれども、これが北斎の最初の作品の特徴をよく表れています。次にもう一つの作品をご紹介させていただきたいと思います。この作品はこれです。もうこの掛け軸の絵画だけじゃなくて表具が面白いと思います。この表具は、北斎当時に作られたものだと言われておりますけれども、それは本当かどうかは分からないんですけど、この作品をちょっとご覧になって北斎時代の美意識をちょっと想像してください。この作品は皆さんよくご存知だと思いますけれども、望月が描かれています。これから次のギャラリーをご紹介したいと思います。どうぞ。このギャラリーにはフリア美術館の有名なコレクションの半下絵を展示しております。この半下絵は北斎の最終の版画のシリーズのために作られているものですけれども、でもこのシリーズは終了されてないものなので、この半下絵はそのままで残っています。どうぞご覧になってください。はい、この小さいギャラリーにはフリア美術館の代表作の一つ、北斎筆の雷神像を展示しております。この作品は私にとしてはちょっと北斎の自画像に近いと思っておりまして、この作品を見たら88歳に描かれているもので、ものすごく力にあふれている作品ですけれども、顔とかをご覧になりましたら少し疲れているそうな北斎のような高齢者のような顔にしています。皆さんいかがでしょうか。で、これから最後のギャラリーに行きます。どうぞ。あちらになります。このギャラリーには北斎の80代ぐらいの作品だけを展示しております。つまり北斎の最後の10年間の作品です。で、その始まりが北斎の富岳図という作品で、80歳に描かれているものですけれども、この作品がものすごくなんか魅力的だなといつも思っております。その柳の葉っぱに風とかを聞かれたり、水の音とかも聞こえたりして、でその中にこの少年が吹いている笛の音とかもちょっと想像してください。この作品を見たらいつもちょっとこれが版画が絵画になった気がします。その色とかを見ましたら茶色とか緑とか、その樹木の表現とか富士山までとかは全く北斎がこの版画に使っている描写がちゃんとそこに含まれています。ただこれは複製されている版画ではなく唯一の絵画です。で、その中に北斎のヒューマーとかもはっきりわかります。この船に乗っている人とかをご覧になりましたら、まさに我慢しながら
相手とかをと喋らずに我慢して、ものすごくなんかヒューマラスな感じではないかと自分が思っております。で、次にちょっと北斎の縮図ちょっとご覧になっていただきたいと思います。特にこの上にあるものがいろんな顔とかを試して描いたんですけれども、これが本当に北斎の、その対象の分析とかをちゃんと表現しています。つまり北斎がその描いているものと何回何回も試して描いて、本当にそのものの本質を出そうという気持ちが明らかに分かっています。